春の訪れとともに赤坂御苑は特別な催しでにぎわいました。4月23日の午後、天皇陛下と皇后陛下が主催する春の園遊会が開催され、そこには多くの著名な顔ぶれが集まりました。この美しい日に愛子さまも初めてご出席になりました。約1400人の招待客が集まったこの園遊会には、俳優の北王子さんや世界文化賞を受賞された美術家の横尾さんなど、さまざまな分野からの著名人が参加されました。午後2時を過ぎると、天皇陛下と淡い水色のお召し物を美しくまとわれた皇后陛下が他の皇族の方々と共にご登場になりました。社会人としての新たな一歩を踏み出された愛子さまは、淡いピンク色の装いで国歌が奏でられる中、静かに耳を傾けられました。また愛子さまにとっては、忠犬ハチ公を題材にした映画の試写会でお知り合いになった北王子さんとの15年ぶりの再会の場でもありました。このように春の園遊会は新旧の出会いを祝福する場となり、多くの人々にとって記憶に残る一日となったのです。皇室の春の園遊会における天皇陛下と皇后陛下のおもてなしは、参加者の話に耳を傾けるその姿勢が印象的でございました。静かにしかし熱心に話を聞かれるお二人の姿は、多くの参加者にとって心温まる光景でした。特に敏宮愛子さまが初めてご出席されたことは新鮮で美しい光景であり、春の新緑の中で愛子さまのパステルカラーの装いが映えておりました。愛子さまの初々しさと雅子さまの喜びに満ちた表情は、多くの方々に感動を与えたことでしょう。赤坂御苑で行われたこの園遊会は和やかな雰囲気の中で進行し、愛子さまの社会人としての一歩を祝福する場となりました。愛子さまの堂々とした態度は初めてとは思えないほどで、招待された方々もその姿に安心されたことでしょう。愛子さまの笑顔は神々しく、見る者に癒しを与えるものであり、その自然な美しさは多くの人々を魅了しました。雅子さまの帽子をかぶった横顔もエリザベス女王を思わせる威厳と優雅さを兼ね備えており、皇后としての品格を感じさせます。愛子さまの園遊会デビューは曇り空の下でしたが、雨が降らずに済んだことは幸いでした。淡いピンクの装いが愛子さまによく似合い、雅子さまの薄緑のスーツと合わせて春の桜のような美しさを放っておりました。両陛下と敏宮愛子さまが揃われた園遊会は、春の訪れを告げる爽やかなイベントであり、愛子さまの明るい笑顔が印象的でした。また皇族としての品格を持つ女性皇族方がお揃いになられ、安心感を与えておりました。今日の宮内庁のインスタグラムにはお写真が掲載されるのでしょうね。天皇陛下と皇后陛下のお姿を拝見するのはもちろんのこと、敏宮愛子内親王殿下のお姿も独立した写真として掲載されることを心より願っております。また皇族の皆様が一列に並ばれた集合写真もぜひ見たいと思っております。大学を卒業され、日本赤十字社にご入社された際のインタビューを拝見すると、雅子さまを彷彿とさせる品格と雰囲気が感じられます。失礼を承知で申し上げますが、敏宮愛子内親王殿下の美しさには心からの賛辞を送りたいと思います。敏宮愛子さまは本当に品格があり、素晴らしいお姿でした。
ご招待者の方々との会話を笑顔で楽しまれている様子は、秋篠宮家に囲まれながらもひときわ輝いていらっしゃいました。秋の訪れも楽しみにしております。愛子さまは笑顔で楽しそうに会話されていましたね。お母さま譲りの自然な振る舞いがとても魅力的でした。時代を担う貫禄をすでに感じているのは私だけではないでしょう。いつか愛子天皇をお迎えできる日を心待ちにしております。敏宮さまのお姿は、周囲への心遣いを忘れずに清々しい笑顔を浮かべられることで、その広い心遣いが感じられます。初々しく愛らしいお姿で、桜色の衣装が大変お似合いです。敏宮さまには春を思わせる淡いピンクや白のパステルカラーが非常によくお似合いで、まるで美しい芍薬の花のように華やかでありながらも上品で柔らかな印象を与えます。愛子さまの最近の報道を通じて、その高い気品と上品な振る舞いを目にするたびに、将来の女性天皇としても何ら問題がないと確信しております。敏宮愛子さまが園遊会で堂々とデビューされたことは本当に素晴らしいことです。落ち着いた態度で自然体でいらっしゃる姿には安心感を覚えます。これはご両親の素晴らしいご教育の賜物でしょう。くらいの問題はあるかもしれませんが、このような時には親子ご一家で並ばれても良いのではないでしょうか。お話のシーンでは、北王子さんが愛子さまについて様々なお話をされていたことが伺えます。もし天皇家の皆様が一堂に会されていたら、どれほど素晴らしい光景になっただろうと思います。それが叶わなかったのは本当に残念なことです。また招待された方々にも少なからず違和感を感じられたのではないでしょうか。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。